こんにちは、ポンスキです。今日はですね、最近読んだ本紹介ということで、最近読んだ本を4冊ご紹介していきたいと思います。1冊目になります。1冊目はこちら、太宰治の走れメロスです。まあこちらの本はですね、この表題作になっている走れメロスを中心とした、こう太宰の短編がね収められているんですけど、もちろんこちらの走れメロスが代表作になっていて、こうね、走れメロスって国語の教科書に載ってたりとかして、こうやっぱり改めてね、この文庫本で読んでみるとまた新たな発見がありまして、あ、そういう風にねメロスって走ってたんだっていうね、まあ、理由だったりとか、こう情景がね浮かべることができまして、面白かったなって思ったんですけど、この作品集の中で私がね特にやっぱ好きだなって思ったのが、この東京八景っていうね短編が入ってまして、まあ東京で暮らしたねこう思い出についてと書かれてるような小説になるんですけど、こっからの流れが結構私好きで最強だなって思うんですけど、東京八景から桔梗来で合ってるかな、桔梗来の後故郷っていうね作品に移っていって、この流れがね私最高に好きですね。この東京八景も、まあ太宰がこう東京に来てからの、まあ、暮らしぶりだったりとか、こうまあ同棲生活をするんですけど、まあその生活のことについて書かれている短編になってるんですけど、この桔梗来と故郷っていうのが、まあ太宰はね、まあ皆さんご存知の通り、まあ自意識がすごく強い方なわけですよね。で、さ、すごくこう自分はなんかダメだな、ダメ人間だなっていう思ってる節があって、こう自分なんかがその親にね合わせる顔がないっていう風にすごくね思っちゃってるんですけど、でもなんていうかさ、太宰の周りにいる人がもうなんか素晴らしいというか素敵な人に恵まれすぎてるな、もう太宰さんよって思うんですけど、まさしくその作品になって、でこうね、太宰をお世話してくれる、まあ、ちょっと年上のね、まあ、おじさん、まあ、おじさま、おじいさまぐらいの年齢の方がいて、太宰のね身の回りのお世話をしてくれたりとか、このねなんかお二人いるんですけど、その二人がもう本当にいい人、優しくて、その太宰がそうやってこうね、自分なんかが実家ですよね、故郷の方に帰るなんてとんでもないって思ってるんだけど、まあでも自分の奥さんがいて、で子供もいてっていう状況になって、でね、その、まあ、おじさまたちがねこう、いや絶対ねそう帰った方がいいよって言うんですよね。でお母さんも心配してるよって言って、会いたいと思ってるよって言って、でもずっと太宰はそんなことないとか言って、でもね太宰はそのお兄さんがいるんですよね。でお兄さんもいるから、そのお兄さんに対しても合わせる顔がない、自分なんかがいてお兄さんと喋る言葉がないとかすごい言うんですけど、でもその中でそのおじさまたちがね、いやいや何を言ってるんだと、会いたいに決まってるじゃないかって、そんなねお兄さんのことなんて気にしないのとか言って、もう強制的にね自分らが太宰をね連れて行ったっていう風にするから、自分のせいにしてくれていいから一緒にねふるさとの方帰ろうよって言ってくれるんですよ。なんていい人なの。それでね、この桔梗来では初めてその太宰が故郷に帰るまでを描かれていて、でもね太宰結構恥ずかしがり屋だからすぐ帰っただけで、もうやっぱりね東京の方帰ろうよとか言って恥ずかしがるんですけど、なんかもうそこの感じとかもすごくもういいなって思うんですけど、故郷っていうまあ最後の作品の中では、まあ太宰のね奥様とお子さんもね、じゃあ一緒にみんなで家族で帰ろうじゃないかってね言うんですよね。でもさ、その中でも太宰はその故郷に
帰っても結構ね、いや自分なんかが兄と話す言葉なんかないよとか、そんなさ中で家族が温かく迎えてくれるんですよね。まあ太宰のお母様と太宰のおばあちゃんですよね。おばあちゃんが会った時に、しゅうちゃんよく帰ってきたねって言ってね、すっごい笑顔で迎えてくれたりとかして、すごくね家族の温かさにまたねなんか嬉しくなって本当に涙が出ちゃうんですよね。なんていい人たちに恵まれてるの、なんていい人たちなのって本当に思いまして、よかったな、その風景の描かれ方とかもすごくよかったし、温かい気持ちが垣間見れまして、すごくね私は大好きな作品だなというふうに思いました。2冊目こちらですね、町田光詩集になります。これはまあ町田光さん、小説ももちろん今ね書かれてますけど、その前にね詩もね書かれていて、詩集っていうものが出てるんですよね。なんといってもやっぱりタイトルがいいんですよね。妊婦人のコーラスとか、あとこれとか納税通知とか、あとは天丼言うてるやろ、うどん玉バカンスうどんとか、まあ、中でもね昆布うどんっていう作品が入ってるんですけど、これはもうひたすら、まあ、食券を買わない人に対して、食券買え言うてんねん、食券ほらそこ機械そこあるやろ、いきなり昆布うどんとか言ってもできへんねん、まず食券を買うてくれっていうのがひたすら書かれてる詩がありまして、これが面白かったの、本当にね面白くてめっちゃいいなっていう風に読んでたんですけど、やっぱりね町田さんってうどん好きだよね。うどんとネギと猿がこうひたすら出てくるような詩集になっております。本当にね何度笑ったかっていうぐらい、もうプププっていう作品が多くて、すごくね元気が出る詩集になってるなと思いました。次3冊目、こちら、親指 P の修行時代、松浦理子さんの作品になります。これは、女子大生の女の子がいまして、その子の親指が突然、男性器になるっていう作品になっております。まあ、急にね、その親指が男性器になるっていうことで、まあ、主人公の女の子は、普通のこう性に対しての感覚だったり、まあ男性女性の見方っていうものがごく平凡だったんですけど、自分の親指が男性器になったことによって性への意識っていうものがすごく変わってくるんですよね。でそれがすごく面白いなっていうふうに思ったんですけど、親指に男性器があるから男性なのかっていう風に捉えることもできるわけなんですね。でもその男性器を女性に対して使うっていうことはないんですよね、この主人公は。けど自分は女性でも男性でもない、どちらの気持ちもこう含まれているっていう状況に急になったわけなんですよ。その中でじゃあ自分の彼氏だった人とまた向き合い方が変わっていって、こう人とのね出会いに対してもすごく繊細になったり、こう敏感になったりとかしていくんですよね。でこう目が見えない、まあ、男性と付き合いすることになったりとか、あとフラワーショーっていうね賞がありまして、そのショーに主人公は参加することになるんですけど、そのフラワーショーっていうのはみんなそれぞれ自分の体質だったり性の意識っていうものがちょっと他の人とは違うような人たちが集まっている団体で、この作品の中ですごく特徴的な言葉がありまして、なんかそういう、まあ、特別な性質を持っている男性がいて、まあ、その男性に対してこう世間からの目線だったりとか、その男性を使う監督っていう人がまあいるんですけど、その監督からの目線からしたらこの人はこういう人だっていう決めつけイメージみたいなのがあるわけなんですよね。じゃあこの人は世間的に見ればモテないとか
いうふうにその監督はまあ決めつけるわけなんです。でもそれは本当に一面でしかその人を見てなくて、その人にはすごく素敵な特技もあるし、まあ素敵な恋人がいたりとかするんだけど、でも監督はその一面しか本当に見てないから。けど人間ってもちろん一面だけじゃないじゃないですか。それぞれいろんな面があって、いろんな面を見せてくれることによって人は人を好きになっていって、その本当に体質だったりとか外面の面だけで人は人を好きになるわけじゃないじゃないかっていう風にね言われる場面があって、そこですごいね、あーすごくこういろんな視点から、ね、人を見ることって大事だなっていう風に思ったし、やっぱりいろんなこう人に対していろんな面から見ていきたいなっていう風に考えることができて、すごくね刺激的な面白い作品になりました。このまあまだ上巻で下巻もありまして、上下巻になってるので、これからねちょっと続きがすごく楽しみだなという風に思いました。では次、最後4冊目になります。こちら木下達也さんと岡野大嗣さんの玄関の覗き穴から刺してくる光のように生まれたはずだになります。こちらの作品は、まあ、歌人のね木下さんと岡野さんがそれぞれこの男子高校生の目線で歌をね読んでいくっていう作品になります。もちろんねこう物語になっておりまして、それがねすごく面白かったんですけど、やっぱり男子高校生の気持ちを書かれるっていうことで、この青春時代のね男子高校生のこの感情がねすごく歌になってるなっていう風に思ったんですけど、その中でねちょっと好きなね歌をチラチラとご紹介できればなと思います。これとか好きでしたね。ボス戦の直前にある西武部屋みたいなファミマだけど寄ってくっていうね、わかりますよね。なんかそのちょっと簡素なねさセーブする前のさファミマっていうのがね想像できて面白いなって思ったのと、あとこちら、卓上のカラマーゾフの兄弟を試し読みして去っていく風っていうのもねありまして、まあカラマーゾフの兄弟っていうのね高校生の最初のこの大長編っていう感じでなるのかなって思って、それをね、でもあれやっぱり難しいし長いしっていうので、ちょっとだけでも頑張ってみようかなと思って少し読んでみて、その時のねなんか難しいなっていうのがこう去っていく風っていう風にね表されていて面白いなって思ったのとか、あとこれも好きでした。刺繍から顔を上げれば息継ぎのように僕らの生活がある。すごいこう詩だったり小説だったり物語の中はすごく面白いですけど、そこをね一瞬パッと顔を上げたらね、まあ現実の世界、自分たちのね大切にしなきゃ世界も生活もねあるわけなんですよね。とこれね、愛かっこ業務用をください、愛かっこ家庭用は誰かにあげてください、とこれもすごく素敵でした。閉じた目に君が勝手に住んでいて夏の眠りをズタズタにする、倒れないようにケーキを持ち運ぶとき人間はわずかに天使。すごい良かったですね。この男子高校生のと女の子をね好きになるピュアな気持ちだったりとか、ちょっとね暗くなっちゃうような落ち込むような日々があったりとか、こうねウキウキっとなる日があれば、こう寂しくなって月を見上げる日があったりとか、わかるなっていう風に思うね歌が多かったですね。やっぱり例えがすごく上手いな上手だなっていう風に思って読みました。あとやっぱもう物語調になっててちょっとミステリーもね含まれていまして、どういうことだろうっていう風にね読み進めていくと面白いかなと思うので、これもすごく読んで面白い作品になりました。ということで今回は最近読んだ本をね4冊ご紹介させていただきました。すごくね楽しく読ませていただきました。この動画が良かったらぜひ
高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたねー。